サムライケンスケことサムケンです。今回のテーマは民主主義の崩壊ということで、先日ですね、26日のサムケン歌付き講演会にお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。中にはわざわざ関東圏からお越しいただいた方もいらっしゃったとのことで、主催者様のご尽力も含め本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。このご時世、寒さよりも厳しいこの言論統制、言い方を変えれば日本、そして米国の民主主義は一体どこへ行ったのか、日に日に世界が共産化していくことを肌で感じる今日この頃であります。皆さんはどのように感じていますか？こんなご時世ですから、もはや真実をインターネットを通じて知ること自体が難しくなってきている状況の中、実際に人と人とがオフラインで触れ合うことのできる機会の大切さを今回の歌付き講演会を通じて強く感じました。そしてちょっと面白いデータを見つけたんですが、こちらを見てください。世界を見える化するサイト、見える化さんのですね、記事なんですけれども、世界の民主主義ランキング、日本は民主国家？それとも独裁国家？ということで、本来であれば日本は民主主義国家であると認識されているかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか？そして、このサイトで公表されているデータのソースは、2018年度のもので、イギリスの週刊新聞ザ・エコノミストの調査機関であるエコノミスト・インテリジェンス・ユニットが2年おきに発表している各国の政治の民主主義レベルを評価する指数とのことで、これらの評価項目とスコアを参考に数値を導き出されています。評価項目は次の5点ですと。選挙と多様性、政府機能、政治参加、政治文化、人権の尊重、またスコアによって政治体制を次の4つに分類していますということで、完全民主主義、欠陥民主主義、混合政治体制、独裁政治体制ということで、それでは民主主義ランキングを見てみましょう。第1位がノルウェー、2位がアイスランド、3位がスウェーデン、4位がニュージーランドということで、これらの国はすべて直近で、実際に私も訪問したことがあるんですけれども、どの国も明らかに自由な思想があふれる国で、安全かつ居心地がとても良く、最高に素敵な国だったということを記憶しております。また2位のアイスランドはとても物価が高い国で、レストランに行くと一人で2品の料理とビールを1杯だけ頼んだんですけれども、なんと1万円近くですね、かかりまして、生活するにはちょっとなぁとも思いましたが、そのアイスランドの首相はですね、こちらの方になっておりまして、この方はですね、美人すぎる首相とも噂されるカトリーンさんでございまして、44歳ですね、現在。で、首相としてはとてもお若い方となっています。またですね、この8位のですね、私も大好きなサウナ大国フィンランドにおきましては、こちらの方ですね。で、こちらの方もですね、もう美人すぎる首相、サンナ・マリンさん、35歳ということで、しかも閣僚のメンバーもですね、19人中なんと12名が女性で、なおかつ、こんな感じです。こちらが30代前半の閣僚メンバーの皆様となっておりまして、これだけ若いメンバーで政治を行っていれば、古い考えや外国勢力からのしがらみもさぞかし影響しづらいことでしょう。そしていよいよ我が祖国日本はと言いますと、なんと22位となっておりまして、なんと20位のコスタリカまでが完全民主主義と表記されているのに対し、日本は欠陥民主主義と記載されているのです。確かに昨今のテレビ、マスコミさんたちによる偏った情報発信や
某大学教授さんが最近だと SNS での情報発信を自粛するよう要請を受けたといったことを考えましても、もはや日本もですね、完全なる民主主義国家ではなくなった、もしくは欠陥のある民主主義国家であると言われても仕方がないのかもしれません。そして今社会的な分断が起きようとしている米国は25位ということで、こちらもですね、日本同様に欠陥民主主義と分類されているわけであります。民主主義の崩壊の果てには共産主義の世界が待ち構えています。私たち日本国民がぼーっとテレビを見ていたり、何も考えずにマックを子供にまで反強制させているようでは、私たちの自由はどうなってしまうのでしょうか。ちょっと考えればわかることです。私たちの未来、そして素晴らしかったちょっと1年前の世界、男はつらいよの寅さんが暮らしていたような人情あふれる、そんな日本を取り戻したいと思う方がいらっしゃいましたら、今日から自分で調べて自分の頭で考えて行動を起こしましょう。そして2020年年末、寒さが厳しいというよりは言論統制が厳しいこのご時世におきまして、情報として信頼すべきはもちろん YouTube さんポリシーにもあります WHO 世界保健機関さんですね。その WHO さんがなんと PCR 検査に関する超超意外な発表を公式ホームページで発表されたのです。ここから先は本当はこのサムケンチャンネル 1.0 でアップしたいところですが、 YouTube さんポリシーにもあります WHO さんの情報であることも存じておりますが、何が起こるか分かりませんので、まあ、ちょっと残念ではあるんですが、続きはサムケンチャンネル 2.0 でお会いしましょう。